スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。このゲームは 5-3-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、 5-3-2 これどうご覧になりますか。まず守備的ですよね、はい、しっかり守ってから試合に入るという考えですよね、はい、5人います。すごい、まあ、自分たちの最終的なディフェンスラインから入られないようにするということですね、うん、まあ、人と人との間隔も短いですから、はい、やっぱそこのスペースを侵入させない、突破させないという狙いがありますよね、うん、ただしゴールを取らないと試合には勝てません。そうですね、はい、まあ、どうやってしっかり守ってから攻撃に移行するのかというところですよね。ここの移行の仕方に、まあ、点が取れるのかどうかということになりますからね、はい、ミドル守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。まあ、相手に隙があったとはいえそこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね。いい攻撃の形だったと思いますよ。奪った、もう一回、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。原優里、フィンランドが最終ラインまでボールを下げる。原優里、裏を狙う、さあシュートレンジだ。マテウスからデイビス、中へのクロス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ふわっと裏を狙う、チャンス、コーター、マテウス。このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。メッシ、右側から上がっていくか、ここは中央切り込む、来た、シュート、フラデツキー、先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。ロシツキー、今のチャンスはものにすることができませんでした。さあムバッペ、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ホーム側としてはよく動けた印象がありましたね。特にディフェンスに関して言うと早め早めに寄せて相手がチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。前半を終え0対0、後半へと折り返します。後半です。引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね、はい、裏へ出るか、来たか、ボールを出した、後半に入って試合が動きました。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまくつなげましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。先制ゴールが決まりました。1対0、
とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね。左サイドのドリブル、ホーム側としてはやっぱり後半入っていきなり点取ってますからね、いけるっていうチームのムードになってますよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ホーム側としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。これはつながりません。大きく縦へ、裏のスペースを狙う、抜けてくる、抜けてくる、シュート。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね。ちょっと悪い選択ではなかったですよね。セルヒオラモス、裏のスペースを狙う。さあカウンターを仕掛けます。これは来た、シュート。フィンランド同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。フッキーが体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。組み立てながら攻め上がっていく。モイズキー、ここで前を向けるか。スルーパスを出す。うわ、まだる。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ホーム側としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムエンドのホイッスルはまだかまだかという気持ちでしょう。スペースを狙った、シュート、クルトワ、デイビス自身上を口に加えて、今試合終了です。1対0、1点差、接戦を見事制しました。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ホーム側としては後半に入ってうまく自分たちのペースに持ってきましたよね。いい試合。